はい、お帰りなさい。案内人の池田芳香です。今日はですね、あれ、この人って本当は神様なんじゃない？きっと神様なんだ。神様の生まれ変わりに違いない。あ、きっとこの人は神様に違いない、そういう人がいるんですね。そういう、きっと神様に違いない、生まれ変わりに違いない、そういう人のね、特徴について今日はね、お話をします。今日もね、私が神様や守護霊さんたちとお話をさせてもらったこと、それを皆さんにね、お話しさせてもらいたいと思います。もっともっとね、もっともっと神様たちと親しみを持って仲良くなっていただきたい。それがね、本当の意味で自分にふさわしい、あなたにふさわしい素敵な人生の生き方につながるんだと思いますよ。ね、よろしくお願いします。例えばですけれども、神様っていうのはですね、私たちの前にいろんな光やサインとなって、ね、現れたり話しかけたりしてくれてますね。そうやっていろいろな形でね、人の前に現れることがあるんですが、もしあなたにね、これから私が言うそんなね、そういったサイン、そういったものが現れたりしたら、まあ過去にでもね、そんなことがあったならね、それって特別にあなたに会いに来てるんですね。だってね、神様っていうのはですね、神様がついている人のところに現れたり会いに来たり見に来たりしてますからね。神様に親しい人、神様の新しい仲間っていうんでね、あなたのこと見に来てる、会いに来てる。今日はですね、この人はきっと神様だ、神様に違いない、神様の生まれ変わりかもしれない、生まれ変わりに違いない、そういう人の特徴について話しますね。この今の世にこそね、そういう人って必要じゃないですかね。それでは今日もね、後ほど私から見えない力を下ろさせてもらいますが、特にね、初めてこちらをご覧になっている方ね、後ほどこちらに向かってね、手をかざしてみてほしいんです。それでね、ぜひ感じていただきたいのは、少しでもいい、何にも起きるはずのないことが起きるんです。手にふわっとね、何かを感じたり、エネルギーみたいなものを感じたり、そういう変化をね、少しね、感じ取っていただきたいんです。例えばね、神様が私たちに表すサインや光っていうのもね、案外微妙なものだったりするんですね。私はこの名法断三観の法というものを人に教えておりますけれども、これはね、ある種特別な人が行う霊的な方法なんですが、一部の人には案外、自分が案外ね、神様に近いところにいるっていうのがね、こうサイン、光が見えたりして、え、みたいな感じでお分かりになる方いると思います。ですので、後ほどね、こちらの
画面に向かってね、手をかざしてみてください。少しでもいいからね、少しでもいいですから変化を感じ取ってみてほしいんです。この世っていうのが案外目に見えない世界とつながってるんだ。目には見えないけれどあるんだ。存在する。この世の常識を超えた見えない力。神様の力。人を幸せにする見えない力。自分を幸せにする。家族を幸せにする見えない力。守護霊さん、守護のご先祖様の大事な守護の力でもある見えない力、受け取ってください。それでは始めます。宇宙で一番優しい神様に今日も感謝します。こんにちは、案内人の池田芳香です。前にもね、こういうこと話したんです。これは気づきにくいけれども特徴的なことがあって、神様がついてくれている人ね、神様の生まれ変わり、まさにこの神様みたいな人がいて、その人の周りでは知らぬ間にね、いいことが起きてるんです。いいことが起きてる、いろんないいことが起きてるね。それもまたサインね。でもそれがね、あなたのおかげでいいことが起きてるんだっていうのを気づかない人もいるでしょうし、あなただってそのことに気づかないね、気づいていないかもしれない。でもそれはね、陰徳という目に見えない徳、あなたの陰徳で、人知れずですが目に見えるものよりもはるかに大事な徳です。私の夢っていうか目的はね、そうやって人知れずであってもいいんです、ね、人が人を思い合い、助け合い、幸せになっていく世の中なんです。人間一人一人が神様の道を歩んでいくような、そのような神様になっていくようなね、そのような日本っていうのはね、八百万の神々の国って言いますけれども、日本はね、もともとそういう国。つまり人が神様に親しく、仲良く、ね、近く、もっと近づこうとする国、もっと親しもうとする国。そしてね、人々の中からもそうやって神様も生まれるんです。神様が人の中から現れてくる。つまりあなたも神様なんです。神様になるんです、ね、それがね、本当の八百万の神います国、たくさんの神様が集まって輝いてる、光あふれる、そういう国であるという意味。それはね、あなたの魂が今まさにこの時代にここに生まれてきたっていう、この意味なんです。だってね、物は豊かになったって言われますけれどもね、しかし人の心はどうでしょうか。心は豊かになってますか。なったでしょうか、ね、なってるでしょうか。人の心ばかりじゃありません。社会の仕組み、世の中のいろんなことだってそう、いろいろとね、おかしなことになってるから、そこにはね、この世を少しずつでも変えていく常識を超えた本当の力が必要なんです、ね、見えない力、神様の力、人を幸せにする見えない力。
前にですけどもね、以前に、神様の波動を持っている人はその人の人生においてまるでカウンセラーみたいなことをさせられる、そう言いましたね。人の話を聞くね、そう言いました。自分のことは後回し、どうしても人を優先させてしまってね、いつも人のことばっかり考えてる、人の世話ばっかり、人の心配ばっかりしてるのが、それが神様でね、神様は自分のことをすごい存在だなんて全然思ってないことがほとんどだから、自分は神様なんてとてもとてもそんな大したものなんかにはなれない、そう思っている人こそね、あなた、そう思っている人こそ神様に親しく迎えられる人なんです。こんな自分はダメだなんて落ち込んだりね、思ったりしてしまうのは、自分は本当はもっとできるっていうのを知っているからなんですね。自分はもっとできるっていうのを知っているから自分を責めてしまう、違いますかね。もっとやれるはずだってね、だから落ち込んだり自分を責めてしまうようなところがある。だからね、神様っていうのは大体自分のことを神様だって思ってない、神様だからつってね、偉そうにしているのは神様でも二流三流ですよね。ほら、仏様だってそうでしょ。偉くなればなるほど質素でつつましくなってくるね、つつましくなってくるのが仏様なんですよ。いい神様っていうのはね、本当にカウンセラーなんです。人の話を聞いて人を導く人なんだよね。人は気づくことで変わっていくから、気づかせてくれる。それにはね、自分もそういう経験が必要なんだとね。イエス・キリストも仏様、ブッダ・釈迦牟尼もそういう人だったでしょ、ね、人と一緒に泣くんだよ、一緒になって泣くんだ、ね、辛いことが多くて苦しいことばっかりで悔しいことも多かった、我慢したし、ね、我慢して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 心が壊れるよ、壊れちゃったよ、そんな経験した人もいる。マイナスの感情だってね、いろいろ出てくるっていうのは、自分っていう神様の魂を持った人間の本当の価値をね、あなた知っているからなんです。人に認められなくて悲しい思いをしたり寂しさを感じたりするのはね、認められるべき人間を相手が知らないことがとても悲しいからです、残念だからです。腹が立つっていうこともありますね。その腹が立つっていうのは、この世が本当はそういう世界であってはならないんだと、あなたが知っているからなんです。あなたが知っているから、だから腹が立つね、腹が立つ、泣いた、心が壊された、壊されそうになった、悲しい思いをした、この世のひどいところを見てきた、それでもあなたは人のことを思い、見ず知らずの人の幸せを願い、皆さんにとってベストの願いが叶いますようにっていう、これほど人の幸せに通じる願いが他にあるでしょうか、ね、泣いた、たくさん泣いて、寂しい思い、悲しい思い、この世のひどいものを知っている、そんな人の魂が人の幸せを願う、この祈りには、願いには神様の心がそこにあるんだと、
そういうふうに感じられるのは私だけでしょうか？私だけじゃないはずです。ね。人には人の数だけのたくさんの道がある。人生がある。そうしたね、そういった人生を歩いてきた、そういった人の中から、神様が人の中から現れる。それがあなたであっていけないはずはない。私は思います。人知れずであってもいい。人が人を思い、助け合って幸せになっていく。人間一人一人が神様の道を歩んでいく。そんなね、そのような人であり神様であるような、そういう人たちが暮らしている国。その一人があなたであり、この日本っていう国なんじゃないでしょうか。今年もね、間もなくですけれども、新年に向けた2024年、木の枝辰年、ご抱負特別祈願、再考させていただきます。特設サイトでのこの公開は年内2023年12月30日からね、公開を予定しております。来年は龍神の年でありますんで、飛翔天、龍のごとく、昇龍のごとく、金運、財運、ね、愛情、健康運、すべて右肩上がり。その願いを込めて、神霊、守護霊、守護のご先祖様の御神霊、御霊、皆様に会っていただき、特別な願いを叶えていただきたいと思います。詳しい日時などはね、詳しくは LINE、メルマガでも案内を、ね、配信をしておりますので、まだの方はね、ぜひ登録してご確認してください。はい。それでは、これから見えない力をお送りしますので、受け取ってください。あなたに、あなたにいいことが起きる。あなたにいいことが起きる。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 あなたにどん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 いいことが起きる。それでは、利き手と反対側の手のひらをこちらの画面に向かってかざしてください。あなたの利き手はこの世とつながるこの世の手。利き手と反対側の手は目に見えない世界とつながります。感じてください。では、手をかざしてください。初心、神仏、あらゆる神霊と近しくなり、ご利益を受け取り、守護霊さん、守護のご先祖様とさらに親しみ、その大事なご加護をしっかりお受け取りできますように、受け取ってください。
はい。お誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。ね。神様が人の心を知るものならば、深い人生を歩いてきた人の中から神様は現れる。そうした人であり神であり、それがあなたであっていけないはずはないんです。ね、私はそう思います。それではいつものように皆さんの願いが叶いますようにと願ってください。あなたのその高い魂のお力で皆さんの願いも叶いますように、あなたが後押しをしてあげてください。皆さんにとってベストの願いが叶いますように、あなたにとって最高の素敵な願い、ベストの願いが叶いますように。大丈夫、私たちが守っています。見えない力が守ってくれています。大丈夫、大丈夫です。それでは次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。案内人、池田芳香でした。